であのデニムのジャケットが欲しくて、パンツもね、キャップ欲しかったんですけど、私の番号が12時15分で82番だったんですけど、多分11時から11時半で売り切れたかなって思いました。まさかキャップは買えないなんて思ってなかったので、ちょっとビビりました。で、とりあえず今回買ってきたものを紹介していきたいと思います。で、今回買ったのが、はい、こちらのエープデッキです。はい。このデッキなんですけれど、2色あります。このタイプの暗いやつと、はい、こちらの明るいバージョンがあります。このデッキは、あの最初のね、プレゼントかルックブックの時に出てなかったやつなんですけど、急遽出たやつになります。先週っていうか、あのね、T シャツ出たエプティのデッキバージョンなんですけど、私は T シャツの方は全然タッチしてなくて、今回デッキはちょっとデザイン可愛いなと思って買いました。私の肌感で言うと、これ結構在庫少ないのかなと思いました。で、お水入った時もやっぱりデニム目当てで着てた子も多くて、それがないかなっていう感じのしょんぼりした子はみんなこのデッキを、はい、2つ2色とも買って出てました。あとはね、キーチェーンとかなんかあったけど、定価が高いのでなかなか買ってる方はいなかったですね。で、あと、はい、私フーディーを買いました。もうね、このフーディーなんですけど、実はもうルックブック見た時からもう超欲しくて、やっと買いました。色はブラウンです。ブラウン狙いだったらね、超嬉しかったですね。あのね、このね、自体がちょっとスツーシーっぽくて私好きなんですよ。あんまりシュプリームしてるアイテムは好きじゃないので、すごいこれ、はい、ドストライクでした。またこの直球も後ほど載せたいと思います。あとはですね、ゴンズのニューエラも買いました。はい、ちょっと袋に入ってるんですけど、はい、買いました。ちょっと画像も載せておきます。はい、もうニューエラ好きなんで、とりあえずこれはまず D さんので押さえました。あとね、マーク・ゴンザレスが大好きなんですよ。もうマーク・ゴンザレスラブなんで、もうこれは絶対買わないわけにはいかないでしょうって。でマーク・ゴンザレスってなって、ちょっと話が長くなりそうなので言われたんですけど、はい、もうサイン持ってるほどめっちゃ大ファンです、マーク・ゴンザレスは。あの、生で見た時はあるんですけど、本当にもう動画で見るよりもめっちゃイケメンなおじさんもうお父さんにしたいぐらいめっちゃイケメンですのはい。で、今回はね、あとはベースボールとかもあったんですけど、まあ、デニムの色は買ってる方はいましたね。あとは先週のアイテムもね、ちょっと残ったんですよ。私たちが買ったアイテムも残ってて、ちょっとね、しょぼりだったんですけれど、まあ良かった週かなとは思いました。やっぱね、多分デニムのジャケットブルーに関しては多分15枚20枚ぐらいしかなかったのかなって思いました。で、あの店前にもね、すごいニューヨークで反発的なリセラーが何人かいたので、もう行った瞬間、あ、もう今週終わったなって察したんですけれど、まあまあ並びに来てよかったかなって思いました。では着用の方乗せていきます。はい、フーディーを着てみました。私身長152センチなんですけど、こんな感じです。今サイズはミディアムを着てるんですけど、多分ちょっとダボっぺに着たかったらミディアムですね。で、でもちょっときれいめに着たいなら絶対スモールをおすすめします。特に女の子にはそうですね。男性の方だったらミディアムで日本人の体型でしたらちょうどいいかと思います。はい、このね、ちょっと多分ここ5年ぐらい着てる方だったら分かると思うんですけれど、ミディアムでもこれ昔の L ですね。なので結構ダボっとします。ここら辺ちょっと近づいてみてください。で、こんな感じです。はい、こう結んでみて、このね、刺繍がめっちゃ可愛い。なんかね、刺繍でもこの感じが最近、エメのニューエラも、あのね、ちょっと値段が上がってるニューエラの感じと似てる、この刺繍具合が。
本当に可愛いです。色合い的にもすごい女の子におすすめな色です。はい、で手もこうね、ポケットも全然大きくていいです。では後ろを見てみます。こんな感じです。後ろなんですけど刺繍が入ってます。ワールドフェイマスってです。で、今はこんな感じです。はい、スポッとかぶれる感じです。で、こんなここにね、刺繍がないんですか。はい、いかがですかこれね、狙ってる方も多いんじゃないかなって思います。個人的にはすごい暑いですでこのブラウンなのでスニーカーとかこういうねパンツとか合わせてあげても可愛いと思います。私はトーニースポット入ってるんですけど、いい感じです。ジョーダンとか合わせてあげても可愛いんじゃないですか。ちょっと綺麗めだったらジョーダン1とか合わせてもいいんじゃないかなって思います。はい、着用とウィーク10の購入品紹介いかがだったでしょうか。はい、これから日本で発売があると思うんですけど、デニムジャケット欲しい方は本当にもうね、オンラインは特に特訓してから買ってほしいです。あとインストアね、早い番号持ってる方はもうデニム、ブラック、レッドの順かないいサイズが買えたら、はい、いいですねっていう感じですね私もね、欲しかったんでね、はい、多分生で見たら欲しくなっちゃいますなんですけど、はい、今回買えなかった後悔をね、次回買えるように頑張りたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた、じゃあねー、バーイ。